Yakuza, Like a Dragon. On continue. Les amis, trilili trololo. Oh, il a un tatou dans le dos. Première fois qu'on voit ça. Le petit Ichi là. Je l'appelle Ichi, hein, même si c'est Ichiban, mais. Oh. Oh. C'est un dragon poisson qui sort de la mer, qui sort de l'eau. Avec les vagues enchaînées. Déchaînées, pardon. Alors, on a entendu un coup de feu, mais je pense que on s'est pas fait tirer dessus. Est-ce que le coup de feu était un avertissement? ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。 ああ。 傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさと家に帰るんだな。え？母ちゃんとか神さんとか子供とか、誰かは心配してんだろ。まあの。俺は迷惑はごめんだ。ああ、そうそう。場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい！あの男やっぱ死んだか？ 死んだだろ。いや、生きてるよ。え、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし、釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力はあってのを結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。 お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。あ？なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。Je crois qu'il veut voir le doigt le mec. Il veut voir ma bague. お、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。 一本調達してくれたら、それと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待っててくれ。あの世。え？どうした？いろいろ聞きてることが。とりあえず、ここはどこだ？偉人町だよ。 偉人町。偉人町。伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。Ok, on est loin de Tokyo là. Yokohama. Pas loin, on n'est pas à Tokyo. なんで俺が横浜に? そんなの俺は知らねえ。3日前かな。夜中、周りが騒がしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。 ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃわかる通り、ここじゃろくな手当てはできに。助かったのはあんたが渋いのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。 軌道がちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだぞ。そっか。ありがとね。つまり、あんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ、俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て、目撃者を探すために、
俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか。ああ、わかったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。Coucou, je vais bien, merci. Et toi? Et j'adore. すまねえな、イチ。Alors là. 帰る場所なんてねえんだ。俺にゃ。C'est Yakuza. 迷惑はかけねえ。Like a dragon. 少しの間だけ。ここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける。まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいると、その分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。わかった。 Et je vais bien, merci. Et toi?面倒くせえな。Franchement, moi j'accroche de ouf, hein. 傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あれ、ヌヌース、あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。まあ、とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は。一番、春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは。ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。あのところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長。ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあお前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことが。そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか。わかった。でもどうやって稼げばいい。教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。Mais le chef, c'est un profiteur, non? さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を。稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。
これが俺たちの稼ぎ方だ。Qu'est-ce qu'il fait? Kasegi kata te, kore ka yo. Kakko ari na. Kakko ii toka warii toka itte rarenen da yo, ore tachi wa. Pride nanka stete jibeta hau kakugo ga ne to ikite ikene zo. Kono kanshoku wa. 50 centimes, moins de 50 centimes. Honto ka? Machigai nai.今日はついてるぜ。座れ。あ。なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえやったか。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ、新入り君。Ça m'enchante pas, mais j'ai pas le choix. Alors les distributeurs et les poubelles. Rien sous celui-là. Bon, je crois que j'ai tout récupéré ici. Voyons ce que je peux trouver d'autre.ロールポイント。どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。あのポイント。お、さフェマル。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ、坊主。一番と言います。わけあって。撃たれたんだろう。そりゃ腐るほど訳もあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。おせいぜい盗まれないようにするんだな。おい、ね、ジョンチ、受け取ってもらえないんですか。じゃ、俺はここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら、島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？Je parlais que japonais。ヤクザか、お前。ええ、つい最近まで、ええ、当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。ふんふん、何があった、話せ。あ、faut lui raconter toute l'histoire。 Heureusement qu'il nous montre la scène de loin. 18年も喪主勤めした子分を撃つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか。辛いとかどうとかって、そう、何とも言いようがないっていうか。やるよ。まあ、c'est gentil。 Ils sont gentils tous les deux。ありがとう。尻尾はちぎって、まあ、こんな風に酒に入れてみな。え？ああ、ああ。J'ai appris en autodidacte et aussi à la fac, Belzébuth. しみるな。これぞ、偉人潮流ヒレ酒だ。OK。 体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、
明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。セレスプリ、セレスプリ。Pieu, je suis claqué. Tu as tout le temps de te reposer pendant ta convalescence, pourtant. Mets-y un peu plus de sérieux. Bon, bah, dis donc. On dort par terre et tout là Je sais pas. Je sais pas, poutre. On est là à Cannes. Est-ce que c'est Genjis? La blague de merde, excusez-moi. Nanban, c'est lui le petit nouveau? Ouais.Il s'appelle Kasuga. Hi. Salut. Voilà, comme convenu. Wow. Nanda? Qu'est-ce que... C'est... Un vélo qui a sa... qu'il a personnalisé pour récupérer les canettes. Quel trafic, les gars. Ça vaut pas grand-chose. Il en faudrait un paquet pour que ça rapporte quelque chose. Et... Pigé.Allez, c'est parti. Ouais, ok. Eh, si les anciens membres et tout de les Yakuza nous voyaient comme ça, on est fini, notre réputation là... そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。まあ、チャリに乗るのが久しぶりなんだったら、ちょっとその辺こいで鳴らしてみな。Bon, je vais te chronométrer, vous êtes prêts? Attention!に、オニバ。ちなみに、そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。Merci. 結構便利なんだぜ。Merci. Je peux y aller maintenant? Hein? Mais attends, mais faut vraiment que je fasse le tuto. よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリコイで探してみな。ねえ、わかったよ。OK、on y va。の、落ちてる、落ちてる。お、c'est marrant comme jeu。Attendez, il y a la grosse là。あれは、なんだ。C'est une super canette, les amis. F. J'appuie sur F, ça me fait rien du tout. Ah, pardon. C'est un coup de 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 Oh, c'est le super tas. À ce coup, il y a un can à l'arna. Nanda, aïtra. Oi, oi. Aïtra, mon can, hiro, no, kayon. Bah, ouais, premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Non, non. C'est pas vrai. Comment on se fout sur la gueule? Can, hiro, il y a un rival, il y a un can. Mais, sono, kurai, no, ho, ga, hari, aï, ga, te, ine. Bon, bon, issue, stashi. Bochi, bochi, can, san, no, togo, ni, kaer, ka. Ouais, on va revoir can, ok. Pourvu que personne ne nous foute sur la gueule, quand on va le voir. Vite, vite.Il est où? Ah, pardon, il est derrière. Oh, ok, ok. Charlie, tu as l'air d'être là? Eh, mais Khan a été pris par les autres. Bah, c'est ça. Il est un homme qui a été pris par les autres. Il est un homme qui a été pris par les autres. Il est un homme qui a été pris par les autres. Bah, ouais. Si tu es là, tu ne peux pas être pris par les autres.弱肉強食なんだな。ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。
決めた時間1秒でも過ぎたら、まともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短期だからな。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。分かったよ。拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。 OK。 Attendez. C'est bon, j'en ai 80 sur 50. J'ai éclaté le quota, là, on est d'accord, hein? Oh, yeah. C'est pourquoi c'est. J'ai 80 sur 50, mec. Tu rigoles?お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えるぞ。エコポイント？缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくて、エコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。ずいぶん文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう。じゃあとりあえず換金してくれ。おお、結構集めたじゃねえか。新入りにしちゃセンスあるな。んじゃ俺のレクチャー代を差し引いて。Bon, c'est bien, on va s'acheter、même pas un McDo avec ça, on va s'acheter une bouchée de hamburger. Ça le suffit, tu crois? Tout ça pour 150 malheureux yens, c'est vraiment la loi du plus fort ici. C'est égarisé. Ato, Eco Point は換金するより、物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろう。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャリならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ、母さん。また来るよ。1,50€ même pas。Tu penses, poutre？どうだった？Peut-être. Oh. Sugé, gambatta no ni. Kore pocchi da. Homeless kagyo nante sonna mon da. Kyou wa tokubetsu ni meshi wo gochisou shite yaru yo. Ii no ka? Eiyou shichou de taoreられたら meiwaku da kara na. Kome ga kuitei no wa 100 mon shouchi da ga, kesa wa pan ya no haikibi de na. Monku yun janei zo.コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろ。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。うん、シャバの味ね。ほらよ、いただきます。きうめえ。面白いやつだな。おい、ら、manger la tête。おい、集金屋が来たぞ。
今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前で待て。なんだよあいつ。集金屋のテイっつってな、寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。バカバカバカ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。まあ、ça va pas être comme ça longtemps, moi je te le dis. Non, mais attends. そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが、支払いは村長が決めたルールだ。Déjà qu'ils sont en train de galérer, les pauvres. 噂じゃてえわ。On leur prend le peu qu'ils peuvent se faire. しくてな。ハンピンリューマン。Je sais pas pour. 偉人町に昔からネジロがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしろ。それより一番、2000円持ってるか。なるほど。とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。ça veut dire quoi ça, poutre ? Yo, Namba-chan, cake はどうや。 OK. cake のいいホームレスなんて嫌しませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。ナンバー、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。やめろ、触んじゃねえ。ちわーすの。Excusez-moi。ごめんよ、ナンバさん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。